マイライフ3年目の後半戦シーズンが7月の31日広島戦から再開されます。前半戦は打率2割9分2厘でターンしたピーマン、まずまずのね率を残せてると思うので、後半戦残るシーズンは50試合しかないですけども、その中で3年目3割を残してシーズンを終えられないとマイライフそこで強制終了だからね、それを回避するべく頑張ってやっていかないと。今回の動画ではこの後半戦の始まりのカード広島カープ3連戦を打撃のみならず守備の方もプレイしていくんでね、いい活躍をして後半戦いいスタートを切っていきましょう。まずは1戦目から。またチームもね現在4位ですけども、上とのゲーム差っていうのはそんなになく A クラスにも十分可能なとこまで来てるからね、もうチームともに僕も本当ねいろいろと頑張っていかないとね。え、何？いきなりなんか勝負持ちかけられた。内容はそうだな、どちらが多くヒットを打てるかでどうだ、あなたは誰？大島じゃねえかよ、お前後輩相手にそんな勝負挑んでくる？まあでも大島以上のヒットを打てばいいんでしょ、簡単じゃん。3割を目指してる男からしたらこんな男はすぐに超えていかなきゃダメな存在なんでね。 OK、 で負けた方が飯をおごるということで、じゃじゃねえよ、それはお前先輩の役目だろ、野球界って年の差が絶対ですからね。うん、そういうことしていかないとダメだと思うんですけど、そんなゲームしてる場合ですか、4位のチームがね。いろいろなんか疑問があるけどもね、僕は2番での出場になり大島は7番ですからね、まあ、その大島負けないように相手先発は大瀬良大地。またなんか4番によう分からん選手おるね、誰だダリンプルって、名前からして外れ臭半端ないけどね。まあ、ちょっと試合中に能力確認していきましょう。ダリンプルか、美味しそうな名前ではあるよね、プリン的な甘い感じがしそうな。どうなんだろう、成績もスイートな感じなのかな、それとも辛い感じなのか苦い感じなのか。あ、そこそこに強いね、ミート C パワー A の83、特殊能力は対左の赤徳ついていて、また青徳もそんなないんだけど、どうだろう、能力だけ見たらね全盛期のエルドレッド的な能力って言ってもいいんじゃないでしょうかね。これは外れではないね、そこそこ当たりの助っ人外国人、まあそれが4番にいるからカープが現在首位なんじゃないかな。そうなんだ、まあそんなの関係ねえ、俺が打つ打たないかだからね。さあ1打席目、後半戦の始まりの打席、始まりでいきなりイッツゴンヌとかできたら最高やけどね。気持ちいい、今季はここまで1本のみ、2本目打ってキャリアハイ更新といきたいね。わっ、ホームランよりもヒットを打つこと宣言していかないとね。後半戦の始まりの打席はサードフライ、なんか嫌な予感しかしないわ。ああ始まりサードフライだからね、どうだろう、3割どころか2割8分も切りそうな絵が浮かんできたぞ。うわー、ですごい打球、あ取るんだね、大島の守備範囲広いな、こっちに飛んでこなくてよかったわ、あんな打球補給できるわけないからね。まあ、ある程度守備能力は上がってきてるんですけどもね、それでも取れないから飛んできてほしくないのに。ああもうこれしゃあねえわ、防御率 1.90 のガルシアがいきなり鈴木誠也に打たれるか、これがカープまだまだ強えな、まだまだ黄金時代やな、丸も抜けてる、塔に抜けてるのにね、どんだけ強いねんこのチームは。このマイライフでもずっと黄金時代気づいてますよ。さあ俺の2打席目、点差は空きましたけど、まあ1本打っていかない、1本と言わずね2本3本打たないと数字上げられないとこまで来てるんで、打席数も多いんでね。よし来た、どうだ、カットボール、よーし、あわやホームラン、もウォーニングトラックゾーンまで飛んでるじゃないですか。いやいや、あわやだったね、あともう少しパワーがつけば本塁打も劇的に伸びるはずだよ、一気に2桁とかも記録できるんじゃないかなと思うけどもね。送球それてるがアウトか、くそ、後ろそれてたらホーム行こうと思ったんだけどね。それつ、おいでこの得点圏、2対3、1点差の場面でこれで、ね、逃しはしないこのチャンス、中日を勝たすために俺の一打が必要な、先ほどのような一打がね。どうだ、カットボール、うまく合わせてレフト、うわー、これ助っ人外国人やね、新たな選手、どうだろう、いいとこまで飛ばしてるんでね、ギリギリ補給したって感じか、もうちょっと守備能力が低ければこの得点圏、タイムリーヒットを記録して2安打、ニヤニヤが止まらなかったのね。これじゃニヤニヤできねえだろう。今日の4打席目、これがラストか、あどうだろう、もう1回ありそうですね、これランナー出れば9回に、おいーす、2安打スタート、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっとね前半戦の最後の方はグダグダでしたけども、打てる俺がそこにいる、だから3割乗せれるね、なんならこの3連戦で3割乗せていきたいわ。
盗塁も、ああしていこうと思ったんですけど、調子に乗った挙句アウトになるはダサいっす。完全なスタートミスですね。何してる、恥さらしただけじゃん。ああほんでそれでいて俺の盗塁死の流れがあるからチームは4対4の同点で追いつかれるっていうね。俺がアウトにならなければ余計なことしたかもしれないね。したかもじゃなくて確実にしたよね。どうだろう、これ延長までもつれたらまだまだ打席回ってくる。まあそうなったらね、猛打賞のチャンスですからね。行きたい。あの前にまた得点入ったね。5点目、強いな中日。ほんと7月勝ちまくってるよ。これ7月最初の、最後の試合なんですけどね。え、ここでエラー。三塁は誰、福田さんじゃないの。完璧な送球ミス、やっちまったね。どうなるんでしょうかね、このミスから強いカープが出てくるかもしれない。また堂林か。ここで今日は3の0。ここは打つもショートフライ。また戦力外濃厚になったぞ。打たないと堂林さん。これはお前何打たれてんだよ。ランナー満塁、今日2度目。でこれ次のバッター誰よ。ここでようわからん相沢義行ですかね。誰だこれは。もう多分架空選手やな。完全な内野の選手。能力低い。こんな選手使うのは。でも残してる成績はすごいね。ただ能力の低さ的にこの場面打たれることはないでしょう。耐えろよ。うわあらら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 、センターオーバーの打球で一気に逆転。能力低いと見下した結果のこれか。見下したのは俺だけなんですけどね。なんでお前こんなやつに打たれんねん。特殊能力ついてるわけじゃないのね。チャンス系持ってるわけじゃないのね。なんでこいつやたらと打ってんの、ようわからん。結果第5打席目来ましたけど、この負けてる場面のシチュエーションっていうね、モチベーション下がるわ。やっぱ弱いチームなのか中日は。全盛期の中日ならね、もうあれで勝ってたと思いますけどね。5点も必要なかったよ。1点取って守りきれるチームじゃなだったじゃないですか、落合がいた頃はね。あの時の中日を思い出せ。中継ぎって大切だね。中継ぎにしたりピッチャーっていうのはね、そこがボロボロだと野球にならないもん。うわーね、この打席。いやいや、勝ってる場面で回ってきてたら3安打目出てたと思いますよ。でも負け取るからモチベーションは下がりっぱなしだよ。チームは7対5。後半戦最初のゲームを勝利で飾ることはできなかったね。下鶴が本日4安打の大活躍、羨ましい。2安打打ったけど羨ましいわ。俺も4安打とか打ちて、そしたら3割なんてもうすぐ目の前に来るからね。手元に来るから、それあと奪うだけなんですけど、まあ、今日は2安打。まあでも5打数2安打でも確実に数字は上げれてるからね、これでもいいんですけどもね。あ、そうだ、大島とのあれどうだったの、ヒット数は。ザバー、勝負挑んできたお前が0安打、そして俺は2安打だ。おごれよ飯。大島さんと食事をした。いやこれいつもの食事の風景ですけどね。俺が勝った場合ね、負けた場合俺がおごることになりますからね。それはおかしいですけど、この場合俺が勝ってもそんなメリットないよね。後輩に飯食わすのは先輩の仕事なんだから、いつも通りじゃないですか。意味わかんねえわ。で今日で7月がやっぱ終了するんで、月間 MVP とかの発表とかもあるかな。どうだろう、ちょっと高い率を残した7月チャンスがあるんじゃないか。早速野球に行ってみましょう。ドラゴンズの7月の成績は8勝4敗というね、ちょっと最後負けましたが、大きな勝ち越しでいくことができました。で月間 MVP セリーグは大瀬良と外。あーもういつものメンツっす。2020年になってもいつものメンツ、変わらないメンツですね。ということでまたこの月も月間 MVP は取れず当たり前か。成績を確認していくと、外は2割9分8厘、打率的にはね、過去の月間 MVP 受賞者と比べたら落ちるんですけどね。また本塁打も4本、打点16ですからね。よっぽどあれかな、候補者がいなかったのかな。飛び抜けて高いってわけではないんで、本当俺がもっと打ってたらチャンスあったかもしれないね。てか他のやつがすごすぎるんだよ。前後のやつがね、秋山がこんな率残してこんな成績だったり、柳田だったりもそうだよ。それと比べたら誰だって勝つわな。外がしょぼいんじゃないんだ、前の2人がやばいんだよ。怖いっす。あんな選手がいる限りずっと取れねえよ、ほんとね。今この2人が阪神と巨人にいるっていうね、どんなリーグやねん。恐ろしいリーグになってるわ。続けて2戦目、まあ、またまた活躍できるように。そして
これ8月最初のゲームですからね。中日を勝たせられるように、まあ、勝たせられるような活躍は俺はしたつもりなんですけどね。ただ中継ぎがボロボロだったんで、あんなんじゃ野球になりませんね。しっかりと守ってどうぞ。やることやってどうぞね。さあ1打席目。来いや野村、いや打ちやすいよ。球がゆるゆるガバガバや。そんなやつの球は軽く運んでやる。どうだショート内野だ。ああない動きが早い。もうちょっともたついてよ。あそこにあれいてくれねえかな。クがつく人ね。クがつく人いてくれたら内野安打連発できるんだからね。これ甘い。これも打ってもいいわ。弾き返して本塁打できると思う。それじゃない。もっとゆるゆるでガバガバなあの一球投げてこい。甘甘なね。カットボールうまく合わせて、これはツーベースになるでしょうね。これでシーズン40本目かな。多分そうだと思う。シーズン40本目。あ、また後で確認していきますけどね。第3打席目まだ終わらせへん。チームも負けとるしね。俺も打たないと。きた甘い。でどうだ。ガイアオーバー。今日2本目いただき。アヘアヘトゥーベースマン。これちょっと後でセリーグランキングも確認していこうか。多分俺以上に二塁打打ってるやついないはずだよ。いたら恐ろしいわ。軽くセンターオーバーっていうね。もうマジで気持ちよく打てるんですけど、もうちょっとあの交流戦のスランプ驚く、ビビる必要はないね。あそこにちょっとビビってまた来るんじゃないかなと思ってましたけど、大丈夫大丈夫、もう来ねえわ。打てる俺がそこにいる。今日最後の打席ですね。もう3打席連続のツーベース放ってやりましょうよ。こうなったらまだ野村が投げてる。このまま行けば完封か。俺に打たれてるのに完封、他のやつが打たへんからね。しゃねえわその辺は。でも俺は最後まで打つ。ど真ん中よーし。ふう3安打。後半戦初猛打賞で盗塁も決めていこう。ゴー。これは、はい、またアウト。何してる。いや緩い球投げてくると思ったんですけどね、うん、もう本当初球からガバガバゆるゆる甘々な一球を投げてくる人なんで、まあ、ここもチェンジアップサークルチェンジを投げてくるんだろうって予想して走ったらアウトになったわ。これでまた盗塁成功率大きく下げたね。もともとひどいのに走っちゃダメな成功率なのまた走った挙句この失敗。今シーズン終わった時に赤得つくね、確実に盗塁系のね。そうなったらお前今後盗塁できなくなるぞ。バットでは結果残しまくったけどね、4打数3安打。足の面ではなんかチームの、それこそチームの足を引っ張ってるような気がするね。足で足を引っ張るというわけわかめな展開だわ。先ほどの2塁打の話に戻りますが、やはりさっきのヒットによって42塁打というね、かなり多い数字。もうすでに前年の2塁打は更新してますからね。これはもうキャリアハイで今積み重ねてますよ。打率も2割9分8厘まで上昇。3割はもうすぐそこにあるからね。そしてリーグランキングで確認していくとどうだ。俺がセリーグトップの2塁打数なのか。あ、もうダントツですね。2位の秋山の26本も多い数なんですけども、その倍の倍近くの40。パリーグで見たって28本の福田がトップですからね。もう明らかに、もう2塁打に関しては俺以上に打てる選手っていうのはいない。俺がトップということですね。まあそれ以外で見ていくと打率で岡本が3割6分3厘残してたり、ホームランでは柳田が28本だったり、打点でもこんな感じですからね。それ以外の指標では上には上がいて、あんまりいきり立つこともできないんですけどね。ただ二塁打に関してはいきり立つことが許される。で歴代記録の話に戻りますけども、二塁打はこのようになってますね。谷が2001年に残した52本というのが日本記録で、3位にはマギーの48本、これはセリーグ記録ですからね。まあ、セリーグ記録に関してはもうすぐそこで、まあ日本記録に関してもまあここからあと13本積み重ねれば、イチローが3年目に安打記録を更新した時のように、あね、二塁打記録を更新することが可能なんで、俺はそれをやっていきたいですけどもね。いや、やるつもり、ガンガンにやるつもりだから行きましょう。で今回の動画では次がプレイする試合最後になるんでね、最後まで活躍。1試合目2安打、2試合目3安打で、3試合目4安打行きましょうかね。相手ピッチャーは岡田。あー、マー君との対決はなかったな。100マイルボーラー田中将大がここにいるんだけどね。で、いていい成績残してるはずなんですけど、なぜか国際大会出なかったんだよね。サボりやがったんだよ。その分の罰じゃないですけども、ちょっとそういう恨みもあったんでね、打ってやろうと考えてたんですけど、まあ出ない以上打つことはできるかな。代わりに出た岡田を打ちましょう。さあ、これ打率も2割9分8厘なんで3割目前。もう1本打てば3割乗るんじゃないかな。そういうとこまで来てるからね。ここはもう本当貪欲に1本のヒットを求めていく。
投げました。またここまで来た。前半はね、前半戦シーズンの締めくくりはね、あと1本出ればっていうところから打てなかったんですけど、まず1打席目堂林が取れる範囲のサードフライ、弱々しいっすね。もうちょっと力があれば後ろに落ちたりすると思うんですけどね。あーで矢のような打球、すんげえな、俺もあんな打ちてえわ。野間がヒットで出塁で下鶴、次は5球目投げた、打ちました。うーでゲッツーいける、抑えてね、はいオッケー、それでいいんで、それをやってくれ花からね。また守備機会、2アウトからランナー出してんじゃねえよ。ここでダリンプルだ、打たれんなよプルプルさんに。第5球投げた、打ちました。うう、あ、抜けていく。もう2アウトから何ゴダゴダグダグダしてんだよ。もう、はよ投げた。はよ抑えろや。はよ俺の打席迎えたいね。それどころかまだ打たれてる。もうこれは大島に任しておこう。すぐ返球してね。これで先制点。2アウトからね。弱いチームにありがちでしょ。いや違う、相手が強いからっていうのもあるんだよね。弱いから守れないし、強いから2アウトでも取れるんだよ。2つの条件が揃ってるからここで1点取られたんだ。そういうこと。まあ、まだ1点しかやってないですけどね。第2打席目ワンアウトランナー1塁、ほんと1本放つことだけだよ。盗塁は、いいね、2塁に行った。よし、これは落ちるやつだ、知ってる。よーし、1本結果が出た。でその間2塁に行く。でホームにもランナーが帰って同点のタイムリーヒットと同時に、これ3割乗った。同点のタイムリーで3割乗ったら一番最高ですけどね。投げました。おいで浅村の打球も、これはどうだ。はい長打ですね。そしてホームに軽く帰ることができました。2点目のホーム踏めたね。同点のタイムリーも放てば2点目のホームも、もう完全中日の主力やね。の割にはファンが2000人前後しかいないっていう、なんか悲しいよね。もっといてもいいと思う。1万人以上いてもいいと思うんじゃないの。全然いないけど、まだ街中であいつ誰って言われるレベルやからね。名古屋の街ですな。どんだけ野球不人気やねん。よっぽど不人気なんやろね。このピンチ、俺の活躍台無しにすなよ。1点目も2点目も全部俺が取ったものだよ。許さへんぞお前、台無しにしたら。小笠原踏ん張れよ。うわーで取れない、得点入る。もう何してんだ、本当腹立つね。この目線で野球してたら全体操作できないからね。その上今日は俺が活躍して2点取ってるっていうのもあるんで、腹立ちますよ。イライラするわ。チームメイトにイラついてもしゃあねえけどな。送りバントで2塁3塁、ここで西川か。で内野ゴロ取ってアウトできるよね。はあ、2点目はやったけど3点目はやらず、勝ち越し逆転は許さなかったけど、同点に追いつかれたことが罪なんやね。小笠原君踏ん張れよ、頑張れよ。でもこのチャンスでやってきたね。 OK、 追加点のチャンスを迎えました。こい、第9ランナー走った。わあ、もったいない。チェンジアップ仕留めないと。今のはほんとここまではチェンジアップしか打ってないようなもんやからね。仕留めないとダメだったが、はいこの打球、嘘でしょお前。西川さん、ショートは田中じゃない、西川さんですよね。やられた、完全にやられた。俺の2安打目がもう今の確実の3割に乗ってましたからね。ヒットであれば、ヒットじゃなかった、本来ヒットなはずなんですけど、なんか取られたんで、神プレーでね。おかしい、本当におかしい。俺の時の CPU の頑張り具合がマジでおかしい。うわーでそれにてバントヒット成功かい。警戒しとき、なんでバントの構えしてんのお前、サードお前そんなとこいいんだよ。おかしい、もうガバガバやね、こういうとこ。ランナー満塁で下鶴、嫌な予感しかしねえわ。あーでこっちに飛んできて、この打球はダメだ、オーバーだ。しゃあない、取れるわけもねえこんな打球ね。ああ同点ですまないでしょうね。ワンアウトランナー満塁なんで、こんな矢のような打球取れるわけないじゃないですか。あわやホームランなんだからね。完璧なクッションボール処理だったよね、今早かったもんね。ただダメだ、はい抜けていく。俺が取った得点すべて台無しでございますね。虚しい悲しい、楽しい大好きとはならない。虚しい悲しいよ。ああ、でまた同点に追いついた。何なんだ今日はね。
互いに取って取られて繰り返してね、今も同点、そしてこのチャンス、じゃあまた取ろう、今日は俺がヒーローになる日、そして3割を乗せる日だ。はい、打ち損じ、やっちまったな、お前も3割目前にしてプレッシャー感じてんじゃねえよ。もう何なんだろうね、3割近づけば近づくほど打てなくなるのは、気持ち悪い現象やわ。また走塁、送球ミスってる、結果アウトですけどね、あのサーブひどくない、マジで。ちゃんとやれよ、やること。三振、連続して抑えたね。それを鼻からやっておけばこんな苦しい展開にもならなかったと思うんだけどね。まだ同点です。次の得点は誰が取る、誰が打つ。え、ピッチャー肩で息してますけど、そんなピッチャーを引きずった挙句打たれんの。え、監督仕事しろよ、帰ろよ。ここで変えた、おっせーわ、もうほんと遅いよね。奥間が出てきて抑えれるか。防御率は良かったぞ、これまで抑えたんならここも抑えろ。でこっちに飛んできた、うっそー、サード、サード投げて、サードアウトできるんちゃうか。うわー、肩力ないから。見てよ、今セカンドランナー全然進んでなかったのね。肩力があればサードさせて捕殺記録してるんですけども、それができなかったね。もうライダーはメヒア、ドラゴンズ、ここはライアフライも避けたい場面、悲しいわ。それでいてこっちに打球が飛んでくる。何なの、レフト狙い撃ち、バレた、穴ってことバレた。これで5点目入った。次の俺の打席はいつやってくる。ああ、もうこれだったらチームは負けですね。もうそこは知らんわ、そこは今どうでもね。あ、終わってみればボコボコで負けそうですけど、もう1安打欲しいわ。もう1安打打てば確実に乗るはずなんでね、ほんと1本結果を求めて3割乗せてこの動画を終えたい、この試合を終えたい。打ち損じでポロレ、はい、ポロらない、完璧な守備。さっきも言ったけど俺の時 CPU めちゃくちゃ頑張るからね。8対4で敗北、俺もヒット1本しか打てず、結果終わってみれば2割9分7厘で終了。全然楽しくない、モヤモヤ感しかないですね。ほんでこれ中日も3連敗ですか、これでボロボロ負けてるんですけどね、大丈夫ですか。大丈夫じゃないわな。結局やっぱ A クラス今季は難しそうですね。まあまあ試合はまだまだ47試合あるんでね、その中で俺もそうですが中日ドラゴンズもやっぱ上を目指してこれからやっていきたいと思いますので、まあ、今回の動画ではプレイする予定の広島カップ3連戦が終了したのでこれにて終了で、次回も後半戦シーズンの戦いの中からどの試合かお届けしていきたいと思いますのでね。じゃあ最後現時点の成績を確認していこう。打率は2割9分7厘で、まあこの後半戦いい活躍ができましたので、トータル的に見たら3試合ね、うん、それにもよって数字を上げることはできて3割は目前のとこまで来てるんですけど、なんか見えない壁があったらあるんでしょうね。そこからよじ登ることができない、前に進むことができないっていう状態がちょっと前半戦シーズンから続いてますけど、こっから3割乗せれるか注目ポイントですね。出塁率は3割2分9厘、長打率4割0分1で OPS は7割3分ということになってますので、これからももっともっとこの数字を上げて、終わってみればOPS8 割近く終えれれば最高ですけどもね。今後のマイライフ実況もお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。